皆様こんにちは。クラフティーチェリーの遠藤よしこです。今日は新しいカタログから出てくるスタンプセット、この中からクリングラバースタンプというのをご紹介したいと思います。今回、世界でも日本が初めてこれを導入するということで、結構世界中でデモンストレーター、スタンピーアップラバーの間ですごく話題になっているスタンプです。こちら側がレッドラバーになっていて、まあ、いわゆるゴム印なんですね。で、この間にはスポンジが入っているので、下に何かふわふわしたものを敷かなくても、きれいにスタンプができるというものです。そんで、これを使えるような状態にするためには少し、準備が必要になります。ここのシールの部分を自分で貼らなくてはいけないというものがあるんですね。そんで、デモンストレーターさん皆さんいろいろな方法っていうか、基本的にはやり方は同じなんですけれども、いろいろな方法で保管をしたりとかしている、くっつけたりシールをくっつけたりとかする方法もそれぞれコツを皆さんで、考えたものを動画にアップしていたりとかするので、いろんな方のやり方を見た上でご自分に合ったくっつけ方を、あるいは保管の仕方を選んでいただいて試していただくといいかと思います。私自身もいろいろなデモンさんの動画を見て、ちょっと今までのところ自分のやり方というのを少しずつ確立してきています。今度のカタログからこのクリングスタンプというのは3種類出てきます。このルーテッドインネーチャーという2つで1つのセット、ちょっと値段は張るんだけれども、それだけの価値のある美しいスタンプセットです。それとこのディテールドウィズラブというやつですね、結構文字がいっぱいあるのと、あとこのポチポチこういったデコレーションができて、あとパンチともセットになっているので、これも使い勝手のいい、フォントもすごく綺麗なので、私は個人的に大好きなんですけれども、こういう感じのがね。なので、これと、あともう一つ、お花と葉っぱのものなんですけれども、それもね、私ちょっとゲットしようか、まだ、検討中のものが一つあります。それで、いろいろこのシールを貼る方法っていうのを検討した結果、まあいろいろ反省点とか、あこうすればよかったなとかいう点も踏まえて、今日はご紹介しようと思っているんですけれども、まずこのクリングスタンプセット、これを買うとこのシール、ちょっと一部私取っちゃってますけれども、これが裏表になります。このシールと、あとこのスタンプの部分、この2枚が入ってきます。そんでこのシールをこっちにくっつけると、このようにこちら側にシールがくっついて、で、ここがちょっとペトペトしているので、これをブロックにこのようにくっつけてスタンプする、そういう手順になります。で、このシールのくっつけ方はこちら側に書いてあるんですけれども、若干ちょっと分かりにくいので、まあいろんな方の動画を見ながらやっていただくといいと思います。その手順を、ちょっとご紹介したいと思いますが、まずこのレッドラバーの部分を上に向けて、でそれに対応した配置、同じ配置になっているので、対応した配置にこのように置いて、そんでこのレトラバーの方を、ちょっとこれまだくっつけてないやつなんですけど、こうだったかな、レトラバーの方をブチブチブチっとこう取って、で、このシールの部分を
真ん中にスリットが入っているので、真ん中の部分からこう剥がして、上下間違わないようにして、このままここにペトッと貼ると。あ、で、その前にこれを剥がさなくちゃいけなかったですね。こちら側にもこのようにシールがついているので、これを外して、で、定規間違えていないことを確認して、で、これは一発勝負なので、気をつけてください。貼り直しが効きません。そんで、今、こちら側半分の方にペトってくっついてます。シールがね。で、反対側はまだくっついてないので、この反対側、これをペロンと剥がして、ほんで、このままペトっとくっつける。で、シール全体をこのように持ってくると。そうするとこれが出来上がり。そんで、ここにあんまりゴミがくっつくと、このブロックにくっつきにくくなってしまうので、まあ、ゴミがくっつく前にこちら側に貼っつけておきます。私自身これ、楽にくっつけられないかといろいろ試行錯誤してみましたが、地道にくっつけるのが一番であるということが判明しました。何を試したかというと、まあ、実際には試してないんだけれども、これをベタッといっぺんにくっつけられないかというのを一つ考えたんだけれども、ちょっとここずれますので、いっぺんに貼り付けることはできません。あと、この型を利用してベタッとくっつければずれにくいんじゃないかと思って、つまり、こうレッドラバーを外して、で、ここも外して、こう合わせて、で、ペタッとこう、このままスポッとこうシールを貼ってやれば、いいんじゃないかと思って、それも試したんですけれども、微妙にずれます。なので、それもおすすめしません。地道に、このレッドラバーとこれを同じ配置でこのように並べて、で、上下逆にならないように、このように配置し、これを真ん中から剥がし、こちら側の後ろ側を剥がし、上下逆にならないように確認した上で、貼って、反対側も真ん中辺から剥がして、ペタッと貼る。これが一番確実にきれいに貼れる方法だなというふうに思いました。このマッキーでここを縁取りをして、で、この線を見やすくするという方法もあります。で、実際これでやってみたんですけれども、私はこの周りのシールをここのケースに貼って、で保管しやすいようにしようと思ったので、この縁取りをしてしまうとちょっと格好悪くなります。なのでこれが格好悪くて汚くなるなと思われる場合は地道に一生懸命合わせてマッキーなしでシールを貼ると良いかと思います。そしてこれをシールを貼るときに、
でちょっと難しいなと感じたのはこういう細い文字のもの、あとはこのルーテッドインネイチャーのスタンプセットであればこの丸いもの、形がちょっと分かりにくかったりとかするので、この木の切れ目の部分とかをちょっと目安に合わせてみたり、あとは木のここのちょっと出っ張りの部分なんかを目安に合わせてシールを貼るといいかもしれないです。残りの部分もシールを貼ってみたいと思います。レッドラバーの部分をこのように取り外し、真ん中からシールを取って、この端っこから、この真ん中ではなくて端っこから取ってしまうとシールごと取れてしまったりすることが私の場合あったので、真ん中から取るのがいいかと思います。この後ろ側を取って上下合ってることを確認し、私の場合はこちら側のまだシールの部分があらわになってない方からこうやって合わせるんですけど、こっちから合わせた方がこの切れ目の部分が見やすいという方もいらっしゃるかもしれないです。やりやすい方法を模索してみていただくといいかと思います。そしてこの真ん中の部分からペロンと剥がして、でそのままペタンと、そして全体を剥がす。私他にもちょっと違うやり方をしてみたことがあるんですけれども、それはどういうやり方だったかというと、これを半分くっつけて、でもシールごと一緒にこう持ってきちゃって、でここの上でそのもう半分をくっつけようとしたんですよね。そしたらもう半分の部分がもう半分の方にくっついてしまって、ちょっとやりにくかったので、意味わかりますかね。今私がやったような手順でやった方がやりやすいかと思います。このスタンプは左右対称なのでちょっとやりにくいけど、どの方向でやっても大丈夫なのかな。どれでもここにはまれば、どれでもはまりますね。なのでこれは上下バラバラでも大丈夫そうな感じがします。こうやって合わせて、でこの時点でね、シールごとベロンって全部取ってきてしまって、空中で、もう半分をくっつけようとしたら変なところにベタッとくっついてしまうので、ここの上でこの半分を剥がして、でこのシートがくっついた状態で全部シールをくっつけちゃった方が安定してくっつけられると思います。この細いやつもやろうと思います。この細いやつはこんな感じでここから剥がれますね。でこれをプチプチっと取り、後ろ側を剥がして上下確認し、そしてこのシートがくっついた状態でもう半分を剥がしてペタッと貼る。で全体をペリッと
持ってくる。あと一つ、あと二つですね。ラバーから剥がして、半分を取って、こちら側の裏も取って、で、ここに合わせ、ペタッと。もしかしたら、これ、いっぺんに全部やってしまった方が、流れがつかめるというか、ちょっと慣れてくる感じがあるので、いっぺんにやっちゃった方がいいかもしれないですね。私はあのルーテッドインネイチャーの先ほどの木のやつは少しずつやっちゃってたんですけど、これは左右対称かな、左右対称ですね。全部同じ大きさを、あ、ちょっと違うな。これはちょっと違いますね。どれが、まあ、こういう状態ですね。ここでカポッとはまっているので、微妙に、この柄自体は左右対称なんだけど、この周りの型っていうか切れ目が左右対称じゃないので、まあ大丈夫といえば大丈夫なんだけど、まあこれに厳密に合わせるんであれば、ここにちょっとこうね、合わせた状態でこのまま持ってきて貼った方がいいかもしれないです。はい、で真ん中から剥がす。ここにくっつけて、このように、まあ、リズムができてくるので、あれ？全部やった？あ、全部終わりましたね。全部終わりました。そんで、このシールの部分。いや、最初はね、これをくっつけようかなと思ってたんですけど、こっちだとちょっとね、分厚すぎて、実際このスタンプを使うときに取り外しがちょっとしにくくなっちゃうんですよね。カポッてはまるのは気持ちがいいんですけど、くっつき、取り外しがちょっと不便になるので、このシールの方が使いやすいかと思います。でシールは一度貼ってしまっても、これはただペトペト面があるだけなので、取り外しも可能です。後で外したいなと思ったら外しちゃって構いません。きれいに剥がせるシールなので、シール部分なので、それができます。で、もちろん、貼り直しも効きます。こんな感じでね、有効に使ってあげるといいかもしれないです。ほんで、こんな感じ。まあ、あとは適当なんだけどね。こうして。配置してあげます。で、注意事項としては、このペトペト面というのは結構しっかりくっつきます。なので、なんか多分ポリデントとかね、そういうのもそうだと思うんですけど、なんかくっつくんだけど、こうがっちりくっついて取れませんみたいな感じになりますよね。くっつくんだけど、こうしっかり外れません。で、これを一生懸命こう、ここから全体を外そうとしてしまうと、このスポンジごとベリッとなってしまって、傷んでしまうので、端っこからペロンと剥がすと綺麗に取れるので、それも気をつけてください。
にしておけばこんな感じでなんかこうしまい忘れてたりとかした時に、あ、これが足りないってすぐ分かるのでなくしたりする心配がなくなります。で、こちらから見るとしっかりとどういう文字が、どういう柄があるのかっていうのが見えます。以上、クリングスタンプの保管の仕方のコツでした。皆さんもぜひこのクリングスタンプを試してみてください。